誰かに見とれてさ会えず来ない分伸ばし自分だけが減った気分助けは心じゃねスマホの画面の中お偉いさん闇深いじゃん世界救うのはエロか死んでいく意味教えてくれ遡ってももっともっと身もなくただ生まれた他人につねられて自然と崩れた本当の気持ち分かってよなく居場所気まだ見つかんないっていうかそれ探すのも意味なくない大体不平等好きんだよ自分で自分を止めてると思うのまだ急ぐ必要はない